たいな。ガストンとソロ&ロクサス、どちらにスキルチケットを使った方がいいですか？ガストン。それだったらガストンじゃない？あ、でもスキル3か。正直、それだったらもうスキルチケット温存した方がいいかな。ガストンはスキル4とかにしても全然強くないから。それだったら温存した方がいいかも。ガストンをスキル5とかにするくらいだったら、ガストンがマックスになるまでスキルチケットを貯めてから一気に使う方がいいかな。とりあえず温存。僕だったらね。もしかしたらその間にさ、ナミネが手に入るかもしれないから、そしたらもうナミネの方に行っちゃった方がいいんじゃないかな。ガストン行くより。ナミネの方がスキルマックスになるまでのスキチケ枚数が少ないから、その分、なんていうの、スキチケが浮くんだよね。おい。ナミネスキル6にするの、そうなんだよ。29体なのよ。衝撃だよね。この強さで。29枚でスキル前になるって。7% 上がり。マリウススキル5かユキエルスキル6、どっちの学校院稼ぎ？ユキエルスキル6でしょう。それやったらユキエルでしょう。まあ、マリウスも悪くはないんだけどね。シーバズスキル4どう頑張っても。あ、やばい、2回になっちゃったか。動画の6000枚しか稼げない。いや、6000枚稼げてたらいいんじゃない。スキル4で6000枚いってたらそこそこいいでしょ。お、6000枚いったやん。こっちも6000枚いったよ。スキル2だけど。お、すごい、7000いきそうじゃない？いきなり。最後の最後でめっちゃ伸びたな。お、7000。スキル2で7、7325。すごいな。最後の最後でめっちゃ伸びたな。はい。かかった時間が2650。